今時刻は20時30分ということで、ちょっと夜のジャイアントをね、夜のジャイアントをお届けしていこう。今回ですね、とある企業から呼び出しをされまして、ほう、ちょっとさすがに暴れすぎてしまった可能性があるというか、え、まあ、ちょっと心当たりは少しあるんですけど、やっぱり企業ってね、はい、大人の集合体というか、大人の集合体、ちょっとまあお呼ばれしてしまったんですけども、はい、ちょっと不安なのでゲストをね、お、ゲスト怒られるかもしれない場合にちょっとゲストをお願いします。どうもー。おー、どうも。また怒られちゃうかもしれない。チームジャイということで、チームジャイということで、お願いします。ホツメです。君の心に一般グランデッシュ。どうもホナコです。そんなん持ってた、そんなんあった、そんなん持ってた。君の心に一般グランデッシュ。ダサいぞ。え、かっこいいよ。ということで今日はある企業から呼び出しということで、はいはい、怒られるんですか。怒られるかもしれない。あ、かもしれない。でもちょっと見えてんだよね、こっちに。あ、見えてる。はい、じゃあ移動しよう。はい、はい、こういう感じでね、本日はこちらバイタスさんに来た、バイタスさん、はい、訪問ということで。おお、はい、EAA でね、そう、 EAA でおなじみ、ビタパワーでおなじみのバイタスさんですけども、はい、今回の動画ね、企業案件ということではないので、ね、はい、チャンネルはそのままでお願いします。はい、他のチャンネル行かないでくださいね。ということで今日はバイタスさんの何なんですか。はい、バイタスさんから、はい、まあ、緊急の呼び出し的な感じで、お、連絡来まして、詳細は会場に着いてからという感じで言われてまして、我々何も分かってない状況と、うん、筋トレするんじゃない、ここから。そういうこと。もしかしたら、まあちょっと器具は見えてますよ。会議室なのに筋トレ器具があるの。あ、怖いですよ。じゃあちょっと宇野さん、宇野さんが、はい、いい、バイタスの宇野さん、お世話になります。お世話になってます。今日は何ですか。今回ですね、ちょっとバイタスの方からデリシャスプロテインというプロテインのリリースが決まりまして、ちょっと本日はちょっとジャイアンツさんに、はい、その試飲会にお越しいただきました。なるほど。じゃあ怒られるわけでは、はい、怒られるわけではない。ない。よかった、よかった、よかった。筋トレするわけではないよ。ないよ。ああ、よかった、よかった。名前が、はい、デリシャスプロテイン。デリシャスプロテイン。美味しいプロテインってことですよね。そのまんま。それを自ら名乗るって、なかなかできない。ちょっとハードル上がっちゃったかなっていうのは確かに思うんですけど。まあ、もうね、タスクがね、なんかもう言ったらイケメンみたいなこと。イケメンじゃない。構成もイケメンみたいな。イケメンです。イケメン構成みたいな。なかなか自信持ってないと、できないことですよね。確かに確かに。はい、私は口が滑ってもイケメンになってきませんから。で、何でしたっけ。プロテイン伸びるんでいきましょうか。あ、めちゃくちゃ。ということでね、はい、中入ったんですけど、はい、早速おしゃれな音楽が流れてる。そうね、ドゥンドゥンしてるね。こちらいつも我々が愛用してるキウイ、ライチ、ヨーグルト。おお。で、こちらが、ビタパワーとビタフィット。ビタフィットで、ストロリンアルギニンですね。おー、いいですね。え、これがあれかな、もしかして。あ、そのプロテイン、デリシャスプロテインかもしれない。デリシャスプロテイン、いいね、この色の使い方、グラデーションしてるね。素敵だよね。まあ、はい、我々絵画やってないんでちょっとわかんないですけど。そうだね、絵画デザイン的には最高にいいでしょうね。ごめんなさい。はい、早速ありますね。おー、いや、めちゃめちゃカラフルじゃない。めっちゃカラフル。キウイ、はい、バナナ、ストロベリー、はい、チョコレートで、マンゴー。全部で5種類。全部で5種類。こんな感じか。はい、デリシャスプロテイン、うん、かっけえ。かっこいいね、これ。デリシャスプロテインだよ。これはでも美味しいんでしょう。美味しいに決まってる、うん、じゃあということで、はい、早速、うん、飲んでいきましょう。まずは、はい、我慢できない。我慢できない。我慢できない。じゃあということで、はい、ということで、まずは、はい、こちらキウイ、こちらキウイから、はい、キウイです。はい、いきます。一気一気。これまずは、あ、お芋から。あ、新鮮っすね。これフレッシュだね。だいぶフレッシュ。だいぶフレッシュ。フレッシュ。これちょっともう、これ目も入っちゃうかもしれない。審査員。目も入っちゃう。これキウイフレッシュです。キウイフレッシュ。キウイフレッシュ。はい。体でかいですけど文字はちっちゃい。では、いただきます。いただきます。ああ。ああ。ああ。なるほど。これはね。あ、めっちゃフレッシュだな。これもう暫定値。なんか
いや、それはそうだと思う。これ今暫定1位。それはそうだ。暫定1位。暫定1位。まだ1個しか飲んでないから、それ1位だ。新感覚ですよ。キウイのプロテイン。なんか新感覚。ナイスナイス。飲んだことないです、これ。飲んだことないです。これをだからレギュラーで出すんです。これレギュラーで出す。うわ、スタメンだ。いや、もうバイタンと言ったらね、キウイ。そうですね。そう。あの EA もキウイが一番の人気がある。そうそうそう。珍しい。毎日美味しかったでしょ。まあ、暫定1位です。暫定1位です。次が次が、いや、バナナだね。バナナだね。こっちこうだね。バナナ。いただきます。バナナで。バナナが一番好きだろう。あー。うわ。いや、これバナナいいな。いや、プロテインか。ないないないよ。プロテインマジでない。独特のあのプロテインとか。バナナジュースなんです。バナナジュースですね。これ本当ないです。最初の泡好きだったっすよね、俺は。泡ね。個人的にはでもキウイかな、バナナとあれだったら。いや、ちょっと並べとこう、並べとく。あ、同率ね。うん、同率ね。あの、ちょっとメモしましたから。ちょっと新感覚すぎて。続きまして、ストロベリー。ストロベリー。はい、ストロベリーですね。匂いは、匂いめっちゃうめぇ。いきます。かわいい匂い。はい、いただきます。なるほどって感じ。かわいい。なるほどね。チェックあります。はいはい。いや、こうだな。こうっすね。もともと俺ストロベリーあんま好きじゃないから。あ、そういうこと？そんな人いるの？いや、いるっす。帰れ。あっ！カラカシ。え、イチゴ狩りとか行かない？ちょっと待って、俺途中バナナと思ったらマンゴーだったの。イチゴ狩りイチゴ狩りってさ、結構美味しくてさ、出来たみたいな。ちょっと待って。バナナと思ったらマンゴー飲んでたかもしれない。嘘でしょ。マンゴーだこれ。カンニングしてみてください。先にマンゴー行っちゃいました。イチゴじゃあこうだ。苦手ですけど見やすかったです。お、それ高評価ですね。苦手だけど。イチゴ嫌いでも嫌いました。まあ悪口になるかもしれないですね。危ないですね。イチゴ感があんまりないと思います。そうですね。発言は気をつけて。イチゴ業界は敵に回して。敵には。いやでも敵に回してでもやっぱイチゴは僕嫌いです。大丈夫、イチゴの方がもっと嫌いだから。確かにイチゴに嫌われる。イチゴ側も。ということで次が。チョコレチョコレチョコはもう大好き。これは好きや。まずは多いにから。わあ。あ、チョコだね。ホワイトデーもありましたね。そうでしたね。ちなみにティラミス作った。現代出したね。俺昼間からチャーハン作りました。おお。一番美味しい。ホワイトデー。どうぞじゃあ、いただきます。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。チョコ。あ、めちゃくちゃうまい。うまい。コクがあるね。それ言おうと思ったのに、それ。コクがある。いや、大人なチョコだね。じゃあ、同率で。大人なチョコだね、これ。同率で。素晴らしい。はい。ありがとうございます。今のとこ全部デリシャス。いや、デリシャスですよ。合ってます。そして最後一番気になったラスト、俺はごめんなさい、バナナですよ。なんでだよ、説明してくれよ。なんでだよ。バナナと思って飲んだのがマンゴーでした。よくある間違いですね。すいませんね。絶対言ったんでよくない。編集者ごめんなさい。いや、編集者あなたのバナナ。いや、そうっす、そうっす。バナナじゃない、バナナ。バナナ。俺黙りました。そうだね。リアルだよね。もっとリアルジュースです。リアジュース。リアジュース。リアジュース。入ってるじゃねえか。思っちゃう。いや、結構やっぱこれ、ビーチリゾートするんだよ。はいはい。ハワイとかね。ハワイとかさ、みんなが欲しい。はいはいはい。いけるな。いけますよ。これ買いだ瞬間、そのハワイ。気になる。いただきます。あ、もちろんもちろん。おお、なるほど。ちょっと飲んだ感覚すぎる。いい感じ。美味しい。いい感じですね。すごく美味しい。あれなんだよね。プロテインの概念を変えてるんですよ。変えてますよ。プロテインのさ、イメージあるじゃん。あるあります、あります。でも、これ、多分別物だよ。別ジャンルのプロテイン。そう。そうですね。その名もデリシャスプロテイン。そうなんですよ。ということで5種類全部飲んだということで、はい、ランキングつけますか。ランキングというか、まあ、1位だけじゃ発表します。はい、オッケーです、オッケーです。ちょっと時間ください。ナンバーワン、俺的ナンバーワンを全部1位だよ。決めれないよ。本当僅差ですよ。僅差。全部美味しい。全部デリシャス。決まりましたよ、俺は。俺は決まりました。決まった。決まりました。はい、いいですか。はい、ということで俺的ナンバーワン、ドン。バナナ。お？
私はキウイ。キウイ。キウイ。自分はマンゴーですね。個性も俺も、はい、マンゴーです。おお。ジャイがバナナ。おお。私はキウイはもう今までにないプロテインでもうすんげえ美味しい。はいはい。これが衝撃が走ったね。確かに。正確にはね、多分これ電動とか。あ、そういうこと？レジェンド。皆さんの中でキウイ味はもうテクイズ。そう。だってこれマジでないし、ないのにこんなうまいって、うん、ありえない。ありえない。やばいっすね。ほとんどはどこの会社もやり尽くしてるところで、その中の勝負じゃん。そうですね。キウイついに手出しちゃった。これ流行る。タピオカの次はキウイ。タピオカ。キウイが来るよ。キウイプロテインが。自分はマンゴー。これすみません。最後に飲んだんですけど、一番期待値高くて一番美味しかった。ああ、マンゴー感すごいよね。うん、リアルマンゴーだよ。リアルマンゴーですよ。自分もマンゴーですね。うん、プロテインじゃないですね。プロテイン感がない。そうです。だからこれもプロテイン苦手な人でも全然いける。いけちゃうやつ。そうそうそう。これもデリシャスプロテインじゃなくて、はい、デリシャス。実写版デリシャス。実写版デリシャス。デリシャス。ついに出たか。実写版デリシャス。今まで出ない出ない言われてた実写版デリシャス。実写版だか。ついに。はい。ということでこちらで、ね、デリシャスプロテイン4月18日、うん、中世おより、どんどんリリース。ということで、これ全部味はあれなのかな、動物じゃないですよね、キウイから。お、はい、なるほど。これもあれですか、順番この順番で。いや、それはちょっとシークレット、なるほど。じゃあこれあの発表もちょっと楽しみですね。これは確かにデリシャスって言える商品でしたね、うん、なんかやりましょう、大丈夫ですか。そうですね、はい、緊張しましたね。深海で美味しかったですね。美味しかった、本当に美味しかったです。コこの前 EA 飲んでうまいっていうリアクションがまさか親にちょっと疑われて、ほんとうまいのかって言われたんですけど、マジデリシャスでした。はい、ありがとうございます。一番おいしいプロテイン、ちょっと僕ホンダレーダーで探します。あー、はい、ね、探そう。なるほど。一番おいしいプロテインどこだ。よっしゃ、ホンダレーダー探します。あ、ピーピーあいたピーピー力道だ。終わったらよろしいよ。